長いものには巻かれるものだよ。君もこっち側につけばいい。それは楽かもしれないけど楽しくないな。もう力の差は分かったはずだけど、これ以上痛い目にあってもその考えは変わらないのかな。ずっと超能力を使いたいと思っていた。でもこの力に覚醒してからやっと分かった。楽しく生きるために悩み、汗をかき、涙を流す。僕が本当に手に入れたかったのはそのひたむきさだったんだ。楽しく生きたい、そこだけは譲れない。うちには向いてないかもしれませんね。ならばここで。痛い。初めてヒットしたぜ。いやはや想定以上のしぶとさ。さっきはよくもやってくれたな。ドブネズミ改めゴキブリですね。組織にいた頃とは違う。自立しようとする意志の力を持った私たちは手強いぞ。何度やっても同じですよ。強がるなよ、焦ってるくせに。いくら先読みができても数が多ければ限界が来るはずだ。リベンジさせてもらうよ。撃たないのですか？高速の類は無駄だと思います。言ったでしょう、何人いても同じだと。テカスだ。手数があれば移動先を予測して追い詰められる。